韓国のバラエティチャンネル NQQ とライフスタイルチャンネル SBS フィルが合同制作するパンセイパン氏の中のパンカーロードで俳優シンヒョンジュンの19年前の出演作天国の階段が紹介された。18日に放送されたパンカーロードには MC シンヒョンジュン、ワンピンナ、ユミンジュパティシエが旬だという塩パンの店を訪れた。ワンピンナが塩パンについて先日、私が塩パンを注文しました。しかし、3ヶ月待ちでしたと自身が感じた人気の高さを述べた。するとシンヒョンジュンは塩パンは日本で有名でしたとし、私がチェジューさんとドラマ天国の階段を撮影した時、日本で一番食べたのが塩パンでしたと語った。この言葉を聞いたワンピンナはそれはもう30年前では、と爆弾発言をすると、シンヒョンジュンは幸い、19年前ですねと釈明した。到着したベーカリーで出会った塩パンは、パンなのか人形なのかわからないほどのビジュアルにお手頃価格を誇り、ワンピンナとユミンジュパティシエは終始、悲鳴を上げていた。軍隊の知人が掲載したというシャイニーキーの写真。木村拓哉、インスタグラムでの犬との写真が韓国風前髪と話題に。48歳、イケメンすぎるとの声。BTS、防弾少年団、俳優の坂口健太郎と友達だと明かす。6月18日放送の音楽番組ミュージックブラッドに出演し、新曲バターを日本のテレビ初披露。俳優の坂口健太郎とリモートで共演。韓国で一緒にご飯を食べた。